チーフともチェイです。DD コングレーシング実況プレイの5回目やっていきたいと思います。さあ今回は、前回でのね、3回目投稿した時にいただいた縛りをやっていきたいなと思います。キャラクターは今回は残っているのがバンパー、ピプシー、ティンパー、ディディの4人なんで、じゃあ今回はバンパー使いますか。もうこの何言ってるか分かんねえパイあーじゃなくて、バンパーを使っていきたいと思います。ほんとだよそうそう言われても何言ってるか分かんないかなまあ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 、それは気にしないでやっていきましょう。パンパースの、バンパーを使っていきましょう。パンパースってなんだ、あ、パンツのやつか。そんなのあったな、確かおむつだっけかな。さあというわけで今回は前回の、トロピカルゾーンですね。思い出せなかったけどね、あの時は結局思い出せなかったけど、調べてやっと分かりましたよ。思い出した、トロピカルゾーンってところがあって、それの続きをやっていきたいと思います。確かあと1コースだよね。あ、結構こうやって見るとスピード速いな。渋谷、はい、渋谷ですね。トロピカルゾーンと言っておきながら実は渋谷でしたというわけで、渋谷で、走っていきましょう。こいつ速いな。こいつ確かなんだろう、ディーディーとティンパーと同じでバランス型なんですけど、スピード寄りかな。なんかやけに速い気がするんですけどね。じゃあ残りコース、トレジャードームをやっていきたいと思います。さあ縛り通り一回スタートダッシュを切って、すぐにバク転。さあのんびりとバク転しながら走っていきましょう。前に行ってしまったのは誰だ誰だ、前に行ってしまったのは誰だ。おっとかなり離されていますね。さあこんな状況で追いつくことができるのでしょうか。バンパーの実力が試されるこの瞬間、さあ20秒経った、縛りを全うして、さあ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 、ここから追いつけるのか、追いつくことができるのか。このトレジャードーム、かなり短いコース、敵はすでに2周目に入っている。こんな状況で追いつくことができるのか。バンパー実力を試されるこのコース、さあこのトピカゾンの中でも最も短いコースってやる、このトレジャードリームで果たして追いつくことができるのか。実力関係なく短いコースだと後ろがやはり不利になりますが、さあどうだ、飛ばした、飛ばしたが当たりそうにもない。何をしている、おっとまだ追いつきそうにもないぞ。敵がもう3周目に入ってしまった。一番前にいるのはおそらくドラムスティックか、あの白いアイコンはドラムスティック。2番手にはおそらく、あいつだあいつだあいつだ、ティップタップ。3番手はディーディーコングと思われ、さあこんな状況で追いつくことができるのか。やっとやっとやっと前のやつが見えた、やっと前のやつが見えて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 、おっと邪魔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 だ、苦しい、バンパー苦しい、バンパー苦しい、抜け出せない抜け出せない。1位はもうゴール、4位にまでしか上がれない。こんな状況ではやはり短すぎて勝てないか。うーん、やっぱ短いな、こう考えると。トレジャードームの中でもね、トレジャードームじゃなくて、トロピカルゾーンの中でも一番短いコースなんですよ。さあもう一つの縛りである1位になったらアイテムも使えない、1位になれないか、まずそこまでに至らない。さあ勝てるのか。ここでちゃんとスタートダッシュして、こう、これならまだ有利さあのんびりとのんびりと、もう一度もう一度再開を走行。さあ、あと10秒我慢しよう、10秒我慢しよう、10秒我慢すればちゃんと走ることができる。さあ、前に行ったやつはおそらく誰だ、あのワニのやつですね。ワニのクランチ、ワニのクランチ、あ、ちょっとやばい、ちょっとやばくないか、ちょっとやばくないか。もうバンパーが半分しか走ってないにもかかわらず、相手はもう2周目。さあ、おっと、前回よりもいい感じに追いついてきたか、追いついてきた、追いついてきた、これは決して追いつかない距離ではないぞ。さあまだ8位、バナナは未だに5個、バナナは10個がないと速くなれない。こんなままではいくら速く走っても勝てない。おっと7位捉えた、7位を捉えた、7位を捉えて捉えた、3周目になって7位を捉える。さあどんどん順位を上げていく、バンパーが一気に抜かしていった、一気に一気に4位、一気に4位だ。あと3人、あと3人、あと3人、見えた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 、来た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 、バンパー迫
る、バンパー迫る、ぶっ刺したー、バンパー勝ったー、すごい、あんなに苦しい状況からよくぞ勝ち切ることができました。あんなに苦しい状況からよくぞ勝つことができました。あー疲れたいやーよく勝てたな、本当にこいつのスピード信じてよかったわさあそんなこんなでボス戦ですね。タコ、オクタン、オクタンオクタンか。さあ、俺様と勝負しろ。なんか変な声してんな。オクタン、バーサス、リングマ。オクタン、バーサス、リングマ。またもや、ポケモン。さあ、どうしようかな。ボス戦は、どうしようかな。まあまあもう、ホバーだと、バックできないんですよ。ほらね、こうやってやってもバックできないんですよ。だからしょうがないから、まあ、15秒でいいか。いつも通りのね。よし、じゃあ行きましょう。さあ、こんなんで追いつけんのか。正直追いつけないですね。まあ、なんていうのかな、こうやって、行っていくと、タコのやつがね、仕掛けるんですよ。今の、なんか変な、モヤットボールみたいな感じのね。それに気をつけながら走っていかなければいけませんが、さあ、どうなんでしょうか。まあ、近づくとね、あかんので、あ、なんか当たったようですね、今更。まあ、それを除けば、あいつね、結構遅いらしいんで、どうなんだろうな。このミサイルを当てまくれば不可能でも、あーでも消えなくなってきてるから、これ追いついてる証拠なのかな。いやーでもちょっと無理しろ離されてる一方な気もするな。やっぱ15秒はさすがに厳しいかな。厳しいな15秒はさすがに厳しいと見た。これ2回目でちゃんと走るべきですね。2回目はさすがにちゃんと走りますふざけすぎにも程がある。さっき勝てたから調子乗りすぎだ弱い、今さら当たるとか。いやでもこれはさすがに無理かな。追いつき、いや徐々にではあるけど距離は縮めてるんだよね、これ。だからこそ惜しいな。うん、無理ゲーうん、無理ゲーだわ無理ゲーです。はいこれ結構あれですね、海浅いな。意外と浅い海だな。声がおかしいやっぱり声がおかしい。俺ながら喋ってるような感じですね、なんかいかにもねさあ2回目だ。こっちの方が明らかに早い。さあ、まあね、ミサイル、あそうだ、1位だったらアイテム使っちゃいけねえんだった、バカ野郎もうボス戦だからっていうことでご愛嬌でバカ野郎、もういいや、次からちゃんと守ろう。もうさっきのねトレジャードームで1位になったら一瞬だったからやばいやばい、意識して使ってしまうね。もういいや、こっから使わないことにしよう。こっから使わない、絶対使わんよ俺は。このねホーミングのミサイル絶対使わない。だってそんなことしたって勝てるかな。さすがに勝てましたこれは楽勝、出遅れなければ楽勝小さい時はねこいつによく苦戦していた覚えがあるな。溺れたような声うんうん、まあいつも通りのシルバーコイン集めですね。さあ今度はシルバーコインか。停止するわけにはいかないかな。シルバーコインで停止したらさすがに勝てないから、なんだろう、1位になったらとりあえずアイテム使わないっていうのは守るとして、あ1回ぐらいやってみっか。1回ぐらいやってみよう。1回ぐらいやってみてダメだったらもうそれ以上はやらない1回だけ。ただしホーバーだから普通に止まるただしホーバーだからねこれは普通に止まって、バンパーのピッピッピッ、ブレーキの音がかわいいさあスタート、スロースターターだ俺は。ここにもある、はい、あー、このクジラビーチは結構ダッシュゾーンに多くありますね。はい、取れた、
取れたじゃねえ、取れただよ、バカ野郎バカ野郎、何してんの何してんの何してんの、やばいよやばいよ、オッケー、あーここにもあって、うんー、まだ磁石の範囲ではないっすね。あと2枚、あこっちかな、あれ、あこれか、はいはいはい、危ねえ危ねえ、俺忘れててどうするし、うわっ、なぜなぜ誰も引っかからない、残り1枚、あそこか、ジョブリー、無理です無理です無理です無理だ普通に無理だ、やばい、どうやって勝つねんこれどうやって勝つねん、邪魔だうえー、かわいいな声、声はかわいいけど、はぁ引っかかったいやー、何だったんだろうなさっきのあれは、もうバカだな、バカがやる、あれはバカがやることですよ、うん、あんなねクジラの上で引っかかってるバカどこにいるんだっていう話ですよね、まったくね、あすいませんそれ僕ですわまったくね、あのクジラの上で引っかかってバカはあんなバカなことしませんよって思いっきり引っかかってるんですけどねさあ三日月アイランド、じゃあ三日月アイランドってなると車か、シルバーコインはあれ厳しいと見た、普通に走った方がいい、 Get ready Go Come on、 やめろやめろ、いやー今日これはあれどけて、ここの左に2枚あるで、右にも確かコインあったんだよな、あこれ1位はアイテム規定しよう、そうだ1位になったアイテム規定、おいなんかさっきも1位になってアイテム使ってなかったっけ、あれもういいやいやなかなかむずいな、1位になってここにもアイテムあるんですよ、取れなかっただと、今の見事にスルーしていったなー、だったやばい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 よやばいよ、おいうわっ、オリオオリオさん、あわーんわーんじゃない、あと何枚逃してんだ俺、あ3位だから今一応アイテム使っていいんだろうな、ほいほいあれ残り1枚どこ、ん2枚か、残り2枚はあれどこ行った、あれあれ、まあ1枚はこれでしょ、あれ残り1枚はあれあれあれどこ、嘘俺もしかして、えここ、あれあれ、なんか取ったよね、あれええ俺どこ、ええ何逃した、えどうしてどうしてどうして一枚足りないの、ええあっ、あぶね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 、それかい、あぶねー、ワッチアウトワッチアウト、あのティップタップのねワッチアウトってウォッチアウトって言ってるみたいですね、気をつけろってことですワッチアウト、気をつけろよ地面に暴言入ってんだなあいつうわー危ねえ、いやー危なかった取り忘れビビったわ、ふう助かった、いや何だったんだろうなあの取り忘れねさあじゃあ確か海賊島とトレジャードームだから先にあっちやっちゃおうか、鍵のコース、今回の鍵コースは何だ、ダークオスビーチ、え なんか普通に空耳がねそう言ってるのしか聞こえなかった、ガチムチでしかなかった最後まで多くってことはあのアイスピラミッドと同じルールってことですね、ということはまたねこうやってホーミングで、おぶねえ、ほらほらバンパーバンパーじゃねえ、バンパー俺だ、バンパー俺だよ、バンジョーだよバンパーは俺だよそうですよ、バンパーは僕ですよ、誰だよ誰だ、バンパー間違えた、アホはここかな、はいバンジョーはいバンジョー
はい、バンジョー。ここでね、正直ここでおとなしくしてるだけで勝てるんですよ、バンジョーフルボッコタイム。これはアホバンジョーもうバンジョーかっこ笑いバンジョーかっこ笑いですね。もうシングルミサイルでも当てれるようになってきている。やったね。よしよしよし、ここは一気に蹴散らしたいね。どこどこどこ、いた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 い、よし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 、さあ追い詰めるぞ。アホン、あ、バカ野郎バカ野郎バカ野郎ザマーじゃん、あいつもう言ってないけどね、ザマーって聞こえた俺のね心の中でザマーっていう響きが、おお2連発スナイプが前よりできるようになってきた感じかな。やっぱり練習やるのみですね、こういうのは。よいしょ、ミサイルになればね、ホーミングミサイルになればさすがに楽ですけど、え俺す、ええとどめさしてないよとどめさしてないよ何相打ちで終わったの何何何、えここで普通だったらとどめさしてよっしゃーってなるはずだったのに、なんか急に終わって何その終わり方さあ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 、まあ終わっちゃったんでさあ海賊島って終わりますか。原田くんにも聞こえるんだよな、原宿だけじゃなくて。さあ海賊島の、コイン集め、わあなんか後ろにあるな、これスタートから逆走しちゃおうかな。わかった、そうしよう、そういう縛り一回やってみよう。ノノノー、はいはい、後ろからこんなやり方ありか絶対ね非公式のやり方ですねこれはこれコインあるでしょ、でこっちにあるんですよ。めっちゃ端っこ走らせんなこいつ、こいつってかバンパーが走ってるだけでバンパーが走らせてるわけじゃないんだよな。あっぱっぱここで残り、おちょい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 、あー取れないのとーこっち、はいね、取り逃しがあと2枚というか感じかな。ラプトゥー、ウェイアホオッケー、いいねー、ウェイ本当だよ今のその耳本当だよに聞こえましたねまたかまた本当だよ、嘘ついてねー、何を嘘ついた、はい、おいおえー飛べた、あーでも4位か、まだ4位だ、まだ4位だ、さあ残り1周だ、残り1周だ、残り1周、残り1周、追いつける追いつける、一番前走ってるのはクランチ、2番目がウォッチキンのコンカコンカコンカ抜かした、コンカ抜かした、バンパーだけ、バンパーはバンパーだ、バンパーだ、バンパー1位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 ゴールイン、逆走物ともしませんでした。逆走良かった、逆走して勝ってたのは嬉しかった。まあホバーはね、バックスバックができない以上こうするしかなかったわけですからね。まあこれで、30個目というわけで、今回は終了です。で次回は、残り1コースやって2度目の、トロピカルゾーンのボスやっていきたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。また会おう。